こんにちは、ガスパと申します。よろしくお願いします。マンイーターの方をね、また始めていくんですけれども、前回はですね、深海のエンペラーこと、彼、ホウジロザメを見事倒すことができて、うちのジョニオが王の座に君臨することができましたよ。そして、思いっきりネタバレしてますけど、次の敵は、はい、こちらでございますね。クジラくん、こんにちはと、もう思いっきし書いてあるんですけれども、果たしてね、クジラに勝てるかどうかっていうのがね、未だに私もわかりませんけれどもね、まあ今日も頑張っていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。さあ、ジョニオよ、今日も頼むぜ、その得体の知れない姿でな。ちょっとおかしいよね、これ。棒に戻そうか。ヒレですね。ヒレをちょっとこの、ボーンフィンに戻します。こっちの方がちょっとしっくりくるわ。このエレクトリックセットで、もう全身にまとった方が絶対にかっこいいから、棒の時はボーン。エレクトリックの時はエレクトリックでやろうかな。そしてちょっとね、裏で少しレベル上げをしてましたね。29.5 ぐらいまで、上げておきました。で、レベル上げをしていた時に、こういったね、このシャドウフィンとか、こういうシャドウ属性のものが頭以外手に入ったんですよ。まあ、とりあえずボーンフィンに戻しといてアップグレードできるな。アップグレードしましょうか。おー、はい、レベルマックスですね。よし。ボーンフィン、レベルアップ。そして今日は、こちらですね。ここに向かって、ここら辺を一体探索という、回になります。行きましょう。おー、マヒマヒ、おはよう、元気。おー、アトランティックスペード、今日もいい名前してるね。サンゴハト、え？なんだお前は、ちょっと。おい！うるせえ。あれ？うわ、サンゴハタ消えたわ。うわ、初めて見た、ハタの新種。おー、次見たらね、ちょっといじりたいよね、あいつ。おー、キングマカレルおはよう。今日もシャープだね。おー、カメおはよう。元気？なんやねん、お前は。だからよ。お前には絶対挨拶しねえわ。クリア。よし、じゃあ今日はここからですね。あ、ここが近いんで、ここ行きましょうか。カメの数が急激に増えたと。かつて栄えていた海藻、相場が絶滅したのです。そこはみんなのお気に入りの場所なのです。だから、なんだよ、また人類を助けるのか、お前は、ジョニオ。お前はもう、どこまで優しいやつなんだ。まあ、ゆっくりこの辺を探索しながらね、歩いていこうか。おー、カメ、おはよう。音は水中を4倍半早く移動すると。これはハンターと獲物の両方にとって有益です。ある意味、死と隣り合わせみたいな、そんな環境なんでしょうね。っていうか、前回あれじゃん、ホウジロザメと戦ったじゃんか。で、俺すごい疑問に思ったのが、ホウジロザメなのか、ホホジロザメなのか、どっちなんだっていうね。それをすごい疑問に思って、スマホで調べたんですよ。そしたら、なんかどっちも正解だって。いや、どっちも正解っていうのが俺一番嫌いなんだよね。日本統一の、まあ言語があって。おい！またかお前よ、ったく。青ザメタだるるるるるっつってほら、言ってるよ、ジョニオも。そう、日本統一の、まあ言葉があるんだけど、それによると、ホホジロザメが正解らしいです。ホホジロザメのホホはあの、ホホ。ほっぺ、頬、白いサメって書いて、頬白ザメ。だけど、その頬は、なんか場所によっては、頬っていう言い方をするらしく、だからもうどっちでもいいよ、みたいな感じらしいんですよね。間違いではないけどね、ちょっと気になったらね、ちょっと調べちゃう癖があるんだよね。あ、じゃあ、カメを、行っていこうか。だからさ、待って。ちょっと、なに、いや、赤、ちょ、なに？待って、いや。やばいのがいるよね。俺はね、もうこの新たなステージ来た時に、ちょっとね、なんとなく予想してたんだよ、ほら。あのアイコン、ほら。いるんだよ、奴が。実質ね、食物連鎖の頂点にいる奴ですよ、あいつ。青ザメ、もういいよ、青ザメとか。帰れ、お前は。まず天敵がいないじゃんか、あいつよ。来んのか、お前は。来た、やばい、こんな狭いとこで、うおこんな狭いとこであんな吹っ飛ばされたら、オクラ？オークラ、おい、殺す。おい、人食いザメの寿命はその姿にかかっていますと。そうだよな、止まったら死ぬんだから。厄介なのが来たな、おい。こんな狭いとこでそんな機動力で暴られてもたまったもんじゃない。ここはカメがたくさんいるんだから、カメ投げよう。カメ、よし。あ、外した。思いっきり亀当たった。よし。手伝え。ほら。うおお前らよくそんな優雅に泳いでいられるんだ。ほら、モノトーンだからお前傷が目立つぞ。外すとか言う。何今の可愛い横だ。いった。ほら。どこだよ、もう。いってえよ、お前。お前、角取れてんじゃん。
だからさ、吹っ飛ばすなっつうの、お前よ。待て。いやいや、もう、お前の攻撃力えぐない？ちょっと。おう、グラフィックにめり込んでるぞ。触っただけで吹っ飛ばされるのか。いやー、強いねー。お、レベル30。ほー、イエーイ。いいね。しかも、あれが来たじゃん。え、進化しようよ、ちょっと。でっか。うわ。メガ進化。メガ進化したわ。やった。でっか。6.8 メートルだって。アホちゃう。おー、いいね。あ、ふっくらしたし、でかくなったし。あ、もうレベルマックスじゃん。これ以上上がんないっぽい。あー、マジか。ということは、ゲームの終わりも近いということですよ。そうなってくるわけですね。なんだよ。お、アリタ、久しぶりじゃん。ちょっと、元気してた。ちょっと。なあ、おい。俺んち行こうよ。アリタ、あんな俺苦しんでたのに、もはや。はい、で、ここはなんだこの怪現象は。国内最高のスケーターを目撃しよう。と、亀たちが集まってきました。ロサンゼルス、フィラデルフィア、ボストンは除外するものとします。めっちゃ邪魔になってるやん、亀。亀を排除しろと。また人間を助けるのか、俺は。しょうがないな。ウミガメを殺すと最高10万ドルの罰金を課せられる犯罪。ということは、サメは罰金の支払いで相当な浪費家ということになります。そうなんだ。はい、ラスト1匹。はい、こいつです。はい、クリアまた人類を助けちまったな。感謝しろ、お前ら。ラッパーカッツぐらい感謝しとけ、俺に。ソウルでな。今のジョニオだったらジャンプ力エグいんちゃう、ほら。ほら、ほら、ほら。道路に上がるっていう。次は、黒と白と死。最近フィッシュフィンガーの元から逃げ出した、カサニタは感情を強く害されており、非常に危険とされています。ターゲット破壊。じゃあ、ここで戦うのは、クジラじゃなくて、お前？お前なのかな？大倉。シャチの大倉。大倉社長。大倉社長と呼ぶわ。大倉社長に会うときはね、こういった手土産を持っていかないと。あ、社長、おはようございます。すいません。失礼します。って、社長、ぶち切れる。おぉ。ガメ。俺の手土産。早いでしょ、あいつ。社長早いよね、絶対。オッケー、倒せる。社長倒せるわ。あ、ほら、やっぱりもうこれ以上進化しないわ、ジョニオ。そろそろお前とお別れの時が来るのか？キラークイーン、ほら。こいつだよ、頂点捕食者。この上にいるのか？ここか。お、なにこの可愛い水族館。ここにいるのか、奴が。来た。絶対に強い。どこにいる？いた！レベルなんだ？あ？40。 いや、怖い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 。ちょ、マヒマヒ頼む。どこだ、外した。オッケー。いやー、さすが食物連鎖のトップだな。スピードも攻撃力も半端ないわ。冥界の魔物はクジラ殺し、さまざまな意味を持ってるな。おお、攻撃力えぐいな、俺。あ、カメ、カメブーメランやつに殺すしかない。せい、ほら。オッケーオッケーオッケー。お、ピヨった。さすがカメブーメラン。お、密閉もいるぞ。おめえよく死なねえな、ここにいてよ。うわ、なるほど、わかった。そういうことか。やべ、決めるしかねえな。よし。全然当たんねえよ。待て。お、サンゴ旗。新しい旗、ここで出会えた。くそ、こんな形で出会いたくなかったのに。うわ、めちゃくちゃ怖いな、あいつ。泳いでる？よし、よし。おお、あとそうじゃん。大倉社長、半端ねえな。貫禄がえげつないわ、マジで。一応、クジラだよね。クジラ仲間だよね、こいつ。確かそうじゃなかった。いた、すいません。社長、定年間近ですよ。そろそろ、若い世代に、その席譲っていただけませんかね。いやー、ちょっとビビったよね、この逃げれないこのステージ。いやー、さすが社長だわ。あ、人間、人間を10人捕食する。あ、なんだ、お前らを倒すのか。余裕だ。しかし武器を持てば一番強いのはお前らだな。
あの社長よりも強いよ。ボーンの頭を手に入れたからこれ俺つけたいなとか思ってるんだけど。あ、探索してるな俺のこと。あ、来たわもう。当たるかそんなもん。当たりに行ったわ俺が。やっぱり社長ね、一日100キロ泳ぐだけのことはあるわ。スタミナエグかったよね。家帰れる？あ、帰れるね。よし。メジロザメは洞窟に引きこもり、すべてから逃れ、静かな考えにふけりましたと。はい、そうです。そしてヘッド手に入りましたね。これですよ。ボーンヘッド。おー。いいね、いいね。マックスまでレベル上げれるかな。あ、やっぱミネラルが足りねえな。ボーンシリーズかっこいいよね。ちょっと、目がちょっと可愛くなった、ジョニーよ。よし、じゃあここの人間どもを食い漁るか。待って、これを手に入れることによって、お、シャドウヘッド手に入りますね。シャドウヘッド欲しい。わお、なんて最高のファンなんだよ。2011年、モンスターマニア準決勝でキングクラッシュ。何言ってるかわかりません。いいっす、いい。おい、おい、マカジキ死ぬぞ、あそこのやつよ。なんだよ、そっち行くなんて。え、そっちに渡ったの、お前。お。はい、クリア。次は、ハンマー？痛めつけてやる。ブローリーか。もう、まったく、俺は神の領域に達してるんだ。かかってきな。ふん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 。弱い弱い。で、ここのボスを呼びたいよね。ブッチャーボーイ・ブレイディ。地元のサメ狩りサークルで、スカイリーピートのライバル。ほう。常に、ケイジャンコンテストに参加しようとしていますと。俺がサメを見失うなんてことはない。サメが逃げたのなら、お前のせいってことだ。すべて炎上してしまえ、お前は。よし、さあ。呼べ、スケイリーピートの、ライバルを呼ぶんだ。でけえ。ジョニオでけえ。おもちゃの時間。なんだこれ。オルコはおもちゃで遊ぶのが好きですが、死後一日経ったアザラシの死骸で遊ぶ方がずっと好きです。やっぱ狂ってるな、社長は。スポットと、あとナンバープレート一つずつでここも 100% になるわ。なんだプレートかそれともスポットか。スポットの方が嬉しいな、俺。お、スポットだ、やった。はい、これがラストのスポットですね。これを壊すと、欲しかったアイテムが俺手に入ります。シャドウヘッド。フランクシーの暴力的芸術行為による代表作。ちょっと一旦戻って、さあ、戻ってきました。そして、シャドウシリーズを、これです。シャドウヘッド。シャドウボディ。シャドウフィン、シャドウテール。おー。俺はもうドストライクよ。やっぱ正義の味方よりもね、俺は敵の方が好きだから。じゃあこれをいけるところまで強化しようと思います。突進するたびに周りの毒のオーラを放出しながら、シャドウフォームによって周囲の世界の動きが遅くなります。最強じゃん。もうこんなの。これで行くよ、俺も。毒タイプになったのね。オッケー。シャドウってあれか、毒タイプか。相手を毒状態にするプラス、なんか、スピード遅くするみたいな。で、攻撃力もめちゃくちゃ高いと。はい。あ、ほら、毒を撒き散らしてんだ。あ、なるほど。いや、いいね。スピードも攻撃力も段違いだわ。大変、ちょっと、照明がぶっ壊れました。エロい声を出すな。あ、未発見ありました。出てとんの、これ。下からエアジョーだ。いけそう。よっしゃ、クリア。よえー、キャビアの記念品。あとはこのサメハンターだよね。このサメハンターを5人倒さなきゃいけないんで、それには人間たちをもうボロクソ食わなきゃいけないんですよね。ここら辺のね、人間結構食い殺したし、もう 100% にもしたし、なのにあいつが出てこないんだよね。だからもうちょっと人間を食い殺していかないと多分無理だと思うわ。で、もうそろそろね、1時間40分の収録もしてるし、ちょっとジョニーは歯並びにして、お前歯並び悪くなったな。いや完全にダークサイドに落ちたな。いいね。俺はね、敵とかヴィランズの方が好きだから、このね、ジョニオのビジュアル俺すごい気に入ってます。毒タイプらしいです。うん。どことなくね、ジョジョのパープルヘイズに似てるし、俺スタンドで一番好きなのはパープルヘイズだから、ものすごい気に入ってる、これ。てなわけでね、今回これで終了しますか。ご視聴、あざっす。お疲れです。